ロシアとドイツが協力。ウクライナ戦線に登場した驚きの新兵器。冷戦時代、東西の対立軸を象徴していたロシアとドイツ。これら2つの国が協力すると聞いて、あなたはどう感じますか？驚き、混乱、あるいは興奮かもしれません。しかし、その驚きの結果が現在、ウクライナの戦線で実際に展開されているのです。ドイツ製の堅牢な戦車、レオパルト 2A4、そして、ロシアが開発した爆発反応装甲、エラ・コンタクト1。これら2つの全く異なる技術が、一つの戦車に組み合わされ、新たな戦力として前線に投入されています。この組み合わせは、一見すると奇妙に思えるかもしれません。なぜなら、レオパルト 2A4 は西側の戦車で、その設計思想は複合装甲や空間装甲の使用、そしてアクティブ保護システムの普及により、エラの使用があまり必要とされていないからです。しかし、ウクライナの戦場では、この2つの異なる設計思想が結びつき、新たな戦力となっています。レオパルト 2A4 戦車にコンタクト1爆発反応装甲、エラが装備されると、その防御力は大幅に増強されます。コンタクト1は、ソ連が開発した初代エラで、敵の攻撃を受けた際に装甲内の爆薬が起爆し、その反力と爆発によって飛ばされる金属板が攻撃の威力を軽減させるという仕組みを持っています。この仕組みは、特に成型索薬弾、ヒートに対して有効で、ヒート弾の威力を大幅に軽減することが可能です。これは、ヒート弾が発生させる高温のジェット流を爆発によって飛ばされる金属板で分散させることにより、その威力を軽減するという原理に基づいています。しかし、コンタクト1は、タンデム弾頭や鉄鋼弾に対してはほとんど効果がありません。これは、タンデム弾頭がエラの爆発を閃光弾で誘発させて本体の弾頭を保護する設計を持っているため、また、APFSDS は高速で飛来する固体の弾頭であるため、エラの爆発による影響を受けにくいからです。また、レオパルト 2A4 にコンタクト1を装備すると、その重量が増加します。これは、エラの装甲板と爆薬の重量が加わるためで、その結果、戦車の機動性に影響を及ぼす可能性があります。さらに、エラは爆発する性質上、近くにいる歩兵に対して危険をもたらす可能性があります。これは、エラが起爆する際に飛散する金属片や爆風が、近くにいる歩兵を傷つける可能性があるからです。以上のように、レオパルト 2A4 にコンタクト1を装備することは、一定の防御力の向上をもたらしますが、それには一定のリスクと制約も伴います。そのため、その運用は慎重に行われるべきです。今後、ウクライナ軍がこれらの新型エラを採用するかどうか、また、他の西側の戦車、例えばイギリスのチャレンジャー2やアメリカの M1 エイブラムスにもエラが装着されるのかどうか、注目が集まっています。情報によればウクライナは各国からレオパルドを受け取っていることが分かっています。今現在、ウクライナが受け取ったレオパルト2の台数とその提供国は以下の通りです。スペインからはレオパルト 2A4 が6台提供され、さらに4台が追加で提供される予定。ノルウェーからはレオパルト 2A4 が8台提供。ドイツからはレオパルト2が18台提供。ポルトガルからはレオパルト2が3台提供。ポーランドからはレオパルト 2A4 の派生型が14台提供。これらの情報は、ウクライナが各国からレオパルト2およびその派生型を大量に受け取っていることを示しています。今回は各国から次々とウクライナに入ってきているレオパルト 2A4 についてお話しましょう。レオパルト 2A4 は、ドイツが開発した主力戦車で、その堅牢な設計と高い性能で知られています。エンジンは MTUMB873KA501 ターボチャージドディーゼルエンジンを搭載しており、1500馬力を発揮します。これにより、最高速度は 70km、航続距離は 500km と、優れた機動性を持っています。車体は乗員4名、車長、医手、
装填手、運転手で運用され、その内部は自動化されています。特に射撃制御システムは先進的で、動く目標に対しても高い命中精度を持っています。主砲はラインメタル製の 120mm 滑降砲を装備しており、鉄鋼弾やヒートを発射することができます。また、7.62mmMG3 機関銃を2丁と、76mm 煙幕発射機を装備しています。装甲は複合装甲を使用しており、前面は特に強化されています。また、NBC 防護システムを持っており、核、生物、化学兵器に対する防護能力を有しています。以上のように、レオパルト 2A4 は、その堅牢な装甲、高い機動性、そして強力な火力により、世界の戦場でその価値を証明しています。開発の経緯、レオパルト 2A4 は、ドイツが冷戦時代に開発した主力戦車で、その開発の経緯は、東西の軍事バランスと技術進歩の中で進められました。レオパルト2の開発は、1970年代初頭に始まりました。これは、当時の NATO 諸国がソビエト連邦の新型戦車、T-64 と T-72 に対抗するための新しい戦車を求めていた時期でした。ドイツは、すでにレオパルト1を運用していましたが、これらの新型ソビエト戦車に対抗するためには、より強力な火力と防御力を持つ新型戦車が必要とされました。その結果、ドイツは新型戦車の開発プロジェクトを開始し、それがレオパルト2の開発につながりました。レオパルト2は、レオパルト1の設計をもとに、新たに開発されたラインメタル製の 120mm 滑降砲と、強化された装甲、そして高出力のエンジンを搭載することで、優れた性能を持つ戦車となりました。レオパルト 2A4 は、レオパルト2の4番目の生産バッジに相当し、1985年から1992年まで生産されました。A4 バージョンでは、新型の射撃制御システムや熱画像装置が導入され、また、装甲の強化が行われました。レオパルト 2A4 の開発は、冷戦時代の軍事バランスと技術進歩の中で進められ、その結果、高い性能を持つ戦車が誕生しました。弱点。レオパルト 2A4 は、その堅牢な装甲と強力な火力で知られていますが、それでもいくつかの弱点が存在します。まず一つ目は、その重量です。レオパルト 2A4 は約60トンという重量があり、これはその強固な装甲と強力な火力の裏返しであり、一方で、その重量が機動性に影響を及ぼす可能性があります。特に、不整地や橋などの脆弱なインフラストラクチャー上での運用に制限が生じる可能性があります。二つ目は、その防御力です。レオパルト 2A4 は強固な装甲を持っていますが、それでも最新の対戦車兵器、特にタンデム弾頭や鉄鋼弾に対する防御力には限界があります。これは、これらの兵器が高速で飛来し、装甲を貫通する力を持っているためです。三つ目は、そのコストです。レオパルト 2A4 は高性能な戦車である一方で、その製造と運用には高額なコストがかかります。これは、特に予算に制約のある国や組織にとっては大きな問題となります。レオパルト 2A4 は優れた戦車である一方で、その重量、防御力の限界、そして高額なコストという弱点も持っています。これらの弱点を理解し、適切に対処することが、レオパルト 2A4 の運用において重要となります。今回、ロシア製のコンタクト1を装備することにより、その車体重量は大幅にアップし、レオパルト 2A4 の機動性に懸念が残ります。派生型。レオパルト 2A4 の成功は、その派生型の開発と多様な運用につながりました。これらの派生型は、特定の任務や環境に対応するために設計され、レオパルト2の設計の柔軟性と適応性を示しています。一つ目はレオパルト 2A6 です。これはレオパルト 2A4 の直接の後継型で、主砲がラインメタル製の 120mmL55 滑降砲にアップグレードされています。これにより、射程と貫通力が向上しました。
また新型の射撃制御システムと熱画像装置が導入され、夜間や悪天候下での戦闘能力が向上しました。2つ目はレオパルト 2A7 です。これはレオパルト 2A6 をもとに開発され、都市戦や対ゲリラ戦に対応するための改良が施されています。特に遠隔操作可能な武器ステーションが追加され、乗員が車外に出ることなく機関銃や対戦車ミサイルを操作できます。3つ目はレオパルト 2ARV です。これは戦車回収車として設計され、戦場で破損または故障した戦車を修理または回収するための装備が搭載されています。手砲は取り外され、代わりにクレーンやウィンチが装備されています。レオパルト 2A4 とその派生型、そしてそれらがウクライナでどのように運用されているかについて詳しく解説しました。またレオパルト 2A4 にコンタクト1爆発反応装甲を装備することで得られる利点とリスクについても解説しました。次回もまた世界の兵器を深掘りしていきます。お楽しみに。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。またいいねとベルマークのタップもお願いします。また会いましょう。じゃあね。